2021年11月25日木曜日夜7時を回りました。東京下北沢より世界配信するストリートレディオステーション下北 FM DJ トモアキレディオショー、イエーイ。今週もこの時間やってました。メイン MC でエオテコメンテーター大倉智明です。そして本日のアシスタント MC 2度目の登場、リモート出演でこの方です。どうぞ。はい、AKB48 チーム8岐阜県代表チーム B 県人の服部ゆなです。よろしくお願いします。はい、うなたんです。お待ちしておりました。グラビアもチェックしました。もういい感じですね。ありがとうございます。なんか男女両方にね、同性にも受ける感じがいいってこと。本当なんかそうなんです。なんか本当セクシーっていうよりなんかそういうね、なんか なんていうのちょ、はい、エッチっぽさ出てないのがいいですよね。なんかいい本当ですか。うん、絶妙な感じで、ありがとうございます。その辺りのこと後ほどもね、触れたいと思いますが、はい、よろしくお願いします。はい、企画とか、ね、お願いします。そして今年の1月28日以来およそ10ヶ月ぶり、もうそんな経っちゃってるんですね。はい、そうです。結構前なんですね。遊びに来てください。もうお待ちしておりますので。はい、行きます。ね、はい、ということで今週もですね、下北沢駅西口カフェエクスプレッサーからお届けします。ファンお願いします。換気も上取ってください。窓開けてますよ、バッチリで。お、そんな感じで。バッチリ。すごい可愛らしいでしょ。ね、こちら。可愛いですね。こちらエクスプレッサーからのお知らせなんですけれどもね。はい。はい、放送会場になっておりますけれども、お借りしておりますが、カフェエクスプレッサー、スパイスチャイ専門店カフェエクスプレッサーということでね、この放送があります木曜日と月曜以外空いております。ぜひとも。美味しそうですね。カレーもね、あります。スパイチキンカレー、うん、これ名物、めちゃめちゃ美味しい。本当に流行りですよね、スパイチキンカレー。下北沢来たらぜひともちょっと立ち寄っていただきたい。看板メニュー、自家製マサラチャイラッシーもあります。テイクアウトもあります。あとあれですよ、パウンドケーキとかねありますよ。うん、バリエットフロランタンとかね、女の子大好きなやつもあります。ぜひともね、下北沢駅東口徒歩2分、アイドルの皆さん出るとね、別の日に来たいって結構言ってくれてますよ。可愛らしいんで、皆さんもね、一緒の皆さんも来たらひょっとして、うん、推しのアイドルの子はいるかもしれない。お、会えちゃうかもしれない。下北沢駅場所の方ですけど、フレッシュネスバーガーありますね。フレッシュネスバーガー下北沢店、はい、下北沢店の斜め前、東洋百貨店、東洋百貨店の隣入り口のシトロエンバスというか、今ちっちゃいバス止まっておりますけどもね、こちらが目印で営業時間、カメさんバス取ったりしてますね。バス後ろ姿ですけど、後ろ姿待ってみてほら、こういう感じの小型のバスです。止まってますね。めちゃめちゃなんで、営業時間、今オーナーさん来たでしょ、アピールでしょ。営業時間午前11時から午後7時まで。ただし月曜木曜、月曜とね、この放送から木曜は、定休となっています。リスナーファンの皆さん、ぜひぜひ一度遊びに来てください。カフェエクスプレッサーからのお届けで、お知らせでした。それがもう一つ行きましょうね。こちらもう一緒に行っちゃいましょう。さあ、下北編チケットペイさん、チケットペイでの生電話コーナーへの参加者募集のお知らせということでね、はい、さあ2000本のチケットご購入いただけませんでしょうかと、まあ無観客しておりますからね。もうこのままリモートで行きます。いろんなアイドルさん出てくれるんで、お買い上げいただいた方の中から中からチケット抽選でなかったよ、抽選で抽選で、今週のアシスタント MC を務めてくれている AKB ホテルチーム8のね、はい、服部ゆなちゃん、ね、服部ゆなちゃん、はい、先週の原稿になってるんですよ、これ間違ってる、服部ゆなちゃんですよ、先週ゆなちゃん。そしてもしくはこの後登場のゲスト、ね、SK ホテル鈴木ココナちゃんとそれぞれなんと生電話できちゃいます。番組内で出たくないという方は留守電にしといていただければね、モーニングコールいちゃいますよね、ふなたんね。はい、ふなたんだよ。わかります。おはようって言いますので、お目覚めはいかがとか言ってくれますよね。はい、はい、もちろん。そういうことで、ね、頑張ります。まあ非通知解除してね、非通知解除して、非通知は3秒、はい、3コール以内に出てください。5コールまでかけられないでね、番組、はい、あります。3コール置いてきぼりになっちゃう。留守電の方は3コールにしておいて、さあ、そして、あ、そう話してますと、
複数枚たくさんご購入いただければその分確率がアップし何回もつながっちゃうかもしれません。抽選ですから、ね、同じ方に続けてかかることもありますと。続けて電話ご希望の方、締め切り時間この後19時、ゲストさんは、ココナちゃんは19時30分まで、そしてアシスタントの、ウナタン、服部ユナちゃんは、まあ、20時、まあ、10分15分ぐらいまで受け付けようかな。早めにちょっとお願いします。必要近い以上で、ただしお申し込みのみ、お申し込みのみで、ご予約のみでご入金確認できていない場合はキャンセル扱いとなりますので、急いでご注意ください、はい、詳しくは下北 FM の今ツイッターアットマーク下北もフォローいただいてタイムラインで流れてます。チケットベイさんと、ね、うなたんもしくはココラちゃんのアーティスト写真と乗っかってますので、そちらをクリックして、見てください。ツイッターの方ね、放送継続のためにファンリスナーファンの皆様温かい お気持ちのほどよろしくお願いします。お願いしますということで、はい、じゃあね、じゃあ早速行きましょうかね。今夜のラインナップをご紹介しましょう、はい、お知らせ言っちゃったところで、この後すぐはトークコーナーに続いてアシスタントミニ企画その1位よ。その1、服部ユーナの2021年重大ニュースベスト3お届けします。2021年もね、21年も残すところあとわずか1ヶ月余りということで、そこで服部ユーナちゃんにとっての今年の重大ニュースベスト3を発表していただきます。どうぞお楽しみに。そして1時台7時台中盤にはゲストコーナー友明ズポップチャート。今週は愛知県を拠点に活動中の48グループ SKE48 の鈴木ココナちゃんが遊びに来てくれます。リモート中継つながってますか、ココナちゃん。はい、イエーイ。はい、 SKE48 チーム E の鈴木ココナです。はい、ココちゃんです。いや、もうリハからね、はい、ぶっ飛んでますけど、うんうん、大丈夫ですかね、今日の放送、うん、ちょっと心配なんです僕ら。はい、心配です。本人も心配してる。はい、これはちゃんと分かってるんですね、本人は。ちょっとわりかしそういうね、はい、めちゃめちゃなところはね、はい、ちなみにココナちゃんも岐阜県出身ということで。はい、そうです。このまでにうなたんと共演とかはあったりしたんですか。ないですね。ない。うなたんはね、はいはい、SKE48で言うとね、あやめろちゃんが仲良くて。そうですね、アイムロディ、うん、仲良くて、あと、まあ、北野ルカちゃんとかいますよね、うんうんうん、ね、岐阜といえば、はい、ね、結構多いですよね、アイドルさんがね、言ってましたもん、うん、まあ、ショールーム個人配信でもよくなったんね、止まっちゃったけどタイミングがいいと、まあ、いや、とりあえず行きましょうよ、とりあえず、そういうことでね。はい、お願いします。行きます。トークはもちろんのこと、11月29日まもなく1129いい肉の日にちなんで肉料理に関するさまざまな二択の質問に答えていただくゲスト企画、鈴木ココナの肉料理好きなのはどっち、まあ、ご準備交互期待です。こちらは今です、ね、ショールームさんの方でやってますもんね、企画ね、それにちなんでということで、ね、大丈夫ココナちゃん。はいココナちゃん、ココナちゃん、こういう生放送とかは出たことあるの。うん、あんまりないです。ないよね、ちょっと不安だよね、ちょっとうなた、うん、頑張りましょう。はい。なんかね、ココナちゃんなんかいろいろなんかやらかしちゃいそうなんだけど、うん、大丈夫かなって思って僕ら心配してんだけど。はい、大丈夫です。大丈夫？本当に？はい、ファンの皆さんから結構ね、いっぱい来てるよ、うん、なんかちょっと大丈夫かなって。うん、ねえ。ええ？大丈夫です。本当に？はい。別に。変な子とかじゃないよね、ないよね、こういうメールとか。変な子じゃないですよ。変な子じゃないですよね。はい。どんな子ですか。確かに。そうですね、やっぱ元気なんですよ。あ、元気ですよね。はい。もう若い。今何歳でしたっけ？10？今17です。今度18ってことで。はい。うん。まあ大丈夫だよね。大丈夫です。うん、皆さん安心してくださいって言ってあげてごらん。はい。安心してください。わかりました。この後19時半過ぎの登場です、はい、後ほどお願いします。よろしく。はい、お願いします。はい、さらに8時台前半にはアシスタントミニ企画その2、エチエチうなたんのお風呂に入ろうお届けします。はい、明日11月26日明日1126いい風呂の日、語呂合わせね、いい風呂の日ということで、そこで服部ゆうなちゃんに普段はなかなか聞けないけど
聞けないね、ニューヨークタイム事情、はい、お風呂ニューヨークタイム事情を根掘り葉掘り聞いていきましょうという時間です。こちらもどうぞご期待ください、うん、お願いしますね。はい。また番組には皆様からのメッセージお待ちしています。ゲストへの質問、ご意見、ご感想などなど、そして私大倉に対するダメ出し、おい大倉へのメールも、はい、こちらも E メールまたはツイッターでお寄せください。そして本日はこちらもメールにてお待ちしています。ではムナタンからお願いします。せーの、どうぞ。じゃん、テーマは最近した贅沢なことは何ですかというテーマです。はい、ね、そういうことでね。さあ服部ゆうなちゃんですけども、はい、11月23日今月23日のショールーム個人配信中、あれは23時過ぎですかね、11時過ぎにうな重、うなぎうな重を宅配してもらい、はい、デリバリーで美味しく食べていました、はい、ね、ポッターちゃん情報です、はい、そこで、ここであなたが最近したあなたが最近した贅沢なことを教えてくださいということで、うなたんはね、あのうなたんだからうなぎ頼んだの。すごいうなぎ食べたくなっちゃって。うなたんだから。はい、そうです。じゃあ電話してデリバリーして、もしもし、うなたんだけどうなぎ頼んだ。違いますけど、本当にもう携帯でポチッてやって、普通にちゃんと言ってるんですね、はい、うなたんだからとか、そういうことは、はい、言えなかったです。さあ、そういうことは例えばね、自分へのご褒美で高級なアイスを食べた、ありますね、ちょっと、はい、ターゲン出すとか、普段はお風呂に何も入れないのに入浴剤入れた、ね、あと推しメンのお話し会の全ての部に参加したとかね、なんかそんなことでも結構です、ね、はい、そういうことで来てますよ、うなたんだけどわらわら、うなたんだけどうなぎって言ってます。ちっちゃい頃自分のことをなんか ゆうなぎって自分で言ってて、もう言ってて言っててなんか、あ、恥ずかしいなって思いました。うん、ゆうなって言ってて、でもうなたんって言った方がもっと恥ずかしくない、だって、はい、そうですね、まあでもアイドルだからまだ大丈夫です。いいよね、うなたんっぽいもんだ、ああいうなんかね、ナースのコスプレとか見たけど、本当にうなたんだなと思った。ありがとうございます。さあ、ちなみにね、あの注文したうな重なんですけども、値段は言いません、はい、言いませんとのことでしたが、まあ、言わないですか、値段いくらですかとか。いや、特に意味はないんですけど、言わない。なんか言ったらうなぎ屋さんバレちゃうかなっていう。なるほど、いっぱいあるけどね。これ3850円とか言ったら、はい、あそこだギフト言えばんで、そう、ちょっとなっちゃうかなって。そう、ね、吸い物付きでしたとしたらね、肝水が付いてる、はい、肝水美味しいよね。はい、肝水美味しいですね。わかりました、では宛先はうなたんからお願いします。宛先メールの、はい、メールアドレスは dj とも @kimokitafm.com まで、で、ツイッターはハッシュタグ、下北 FM をつけてください。すべて全角です。はい、それでは、お願いします。今ね、下北 FM、@kimokitafm、まあ、フォローいただいた方多いと思うんですけど、フォローしていただいて、はい、あの一番上の固定ツイート、今ツイッターライブ、固定ツイートが今ツイッターライブになってます。そちら、いいねも嬉しいんですけど、リツイートお願いしますね。やっぱうなたんとかね、おこなちゃんの魅力を伝えてもらう、リツイートが必要ですから、皆さんの清き一リツイートお願いします。そしてその下に、その次に、たった今ショールーム配信スタートしましたっていうのは、ちょっとタイムラインしていくと、たった今ショールームスタートしました。こちらもあのいいねも嬉しいんですが、リツイートこの2つに皆さん、ちょっとご覧、皆さんお願いします。マストでリツイートポチッとお願いしますね。お願いしたいね。はい、そういうことでお願いします。リツイート、リツイート。そういうことで、さあ、どこまで行きましたっけね。宛先言いましたよ。言ってないね。じゃあ、宛先お願いします、おなた。言った宛先、メールアドレスは今言いましたよね。言いました。言ったよ、うちのスタッフカメラマンだって言ってないって言うから。このあとね、8時30分まで東京は下北沢駅西口カフェエクスプレッサーから FM88.8MHz とインターネットの下北 FM.com を通じて全世界に向けライブオンエア、最後までお付き合いください。イエーイ、はーい。今夜のオープンナンバーはオープニング、うなたんから曲紹介お願いします。どうぞ。はい、私たち AKB48 が9月29日にリリースの58枚目のシングル曲、メモハモルーマーです。 MV でどうぞ。
下北 FM DJ トモワクスレディオショー、この時間の相手はメイン MC でアイオートコメンテーターの大倉智明と、そして本日のアシスタント MC 二度目の登場リモート出演でこの方です。どうぞ。はい、 AKB48 チームメート岐阜県代表チーム立憲の立憲の服部優奈が、東京下北沢駅西口カフェエクスプレッサーより生放送生配信でお届けしています。はい、優奈たんです。会場は、エアーで拍手を取らせないんで、ご覧の皆さんは8の連打お願いします。数字の888777お願いします。さあ、メールご紹介します。こちらいただきました、ラジオネームサッチンさん、ありがとうございます。服部優奈ちゃんはUber Eats でうな重も頼みますが、Uber Eats は、はい、意外と自炊しますと、意外と、はい、得意料理はチャーハン、唐揚げ、酢豚です。よろしくお願いします。この前作ってあげたそうですね、なんかメンバーに。はい、そう、メンバーが泊まりに来たんですけど、はい、作ってあげました。お、誰で、誰、そっちなんですか。唐揚げと酢豚は、の長野セリカちゃんと山口の北尾美優ちゃんで、チャーハンが埼玉の高橋アネちゃんです。アネちゃん、お元気ですかね。元気ですよ。ご無沙汰してますけど、よろしくお伝えください。はい、わかりました。僕らには塩対応なんですよ。あ、やれちゃうんですか。そうなんですか。そうなんですよ。あ、気持ちが伝わってないんですね、思いがね。そしてラジオネーム、こちらいただいたのが、梅昆布茶、梅昆布茶さん、はい、埼玉県から。服部優奈ちゃんは、うなたんは去年から卒業生の、宮里りなちゃん、この前来てくれました、沖縄でしたね、と共同生活を営んでいたのですが、はい、彼女の卒業とともに、伴いまして今一人暮らしになりました。一人、はい、だけどどうも一人暮らしが向いていないみたいなんです。一人だと自炊する気も湧かないみたいだし、いろんなメンバーが泊まりに来てくれてはいるんですが、一人の時は寂しそうな雰囲気があってちょっと心配ですね。てんてんてん来てますよ。はい。そうなんですよね。なんか自分のためにご飯を作るっていう考えに至らなくて、はい、まあだからそれこそ Uber Eats だったりとかコンビニだったりとかで済ませちゃうんですけど、まあ、人が来たら作ります。じゃあリラちゃんは相当いい思いをしたんですね。そうですね。私一人で生活するのすごい苦手だなって、はあ、なるほどね。分かる、気持ち分かりますよね。なんか掃除とかするにしてもね、一人だとなかなかね。そうですね、分かりました。では早速この時間、こんな続いてミニ企画ご用意しました。いきますよ。題して、はい、服部優奈の2021年重大ニュースベスト3。2020年も残すところあと1ヶ月余りということで、そこで服部優奈ちゃんにとっての今年の重大ニュースベスト3を発表していただきましょうというお時間です。はい、初めフリップにまとめてもらいましたので行きましょうかね。はい、ご準備よろしいですか。はい、大丈夫です。はい、まずは行きましょう。第3位から、せーの、フリップオープン、どうぞ。20歳になりました。そう、20歳ですね、なったんですね。でも、いい感じの20歳ですね。どうですか。ありがとうございます。20歳になって、もちろん楽しいこと増えて、うん、でも大人になった責任感っていうのをちょっと日々感じています。感じてるんですね。どんな時に、例えば、どんな時に、なんかニュースとか見てると、自分20歳だなとか、もっとしっかりしなきゃなって、年下の子がすごいしっかりしてると、もっとしっかりしなきゃいけないなって感じます。でもココナ、この後登場のココナちゃんとかしっかりしてなそうですよ。ふわふわしてましたね、すごい。でも私の17歳の頃と似てる感じがします。 あんな感じだったんですか。では多分あんな感じでヘラヘラしてなかったなって思います。ねえ、私でもいい感じでしたよ。なんかね、もう本当に程よい感じで、最近個人配信とかちょこちょこお邪魔してますけど、最初ね、リサーチというかね、あの仕事で行ってたんですけど、ハマりつつありましてね。嬉しいです。なかなかいいですよ、あの雰囲気が。さあ、まあ、美人さんですからね。ありがとうございます。はい、続いてきますよ。続いて、はい、第2位です。性能フリップオープン。初めての舞台に出演して、今度初めての主演舞台が決まりました。ありがとうございます。パチパチパチ、ありがとうございます。坊ちゃん劇場、
ね、はい、ボッチャ劇場ですね。まずはチームエイトでマジムリ学園という舞台に出演させていただいて、はい、本当に演技することが初めてだったので、うん、すごいたくさん悩んだこととかもあったんですけど、はい、それをバネにして今回主演の舞台をやらせていただけることになりました、うん、どうですか、やってみて、ちょっと女優の道もにも行きたいなとか将来的に。いや、そうですね。最初は全然そう思ってなかったんですけど、やっぱ経験、なんかいろんなことを経験したいなと思って、今、稽古とかもしてるので、一回本番を終えてみてどう自分が感じるか楽しみです、今は。うん、改めて、どういった役柄なんですか、今回は。ちなみに。ジョン・バイ・ラブっていう舞台なんですけど、はい、私は、鉄っていう役をやらせてもらって、鉄ってすごい男勝りな性格ですごい気が強い、うん、女の子なんですけど、私とは 真逆な役というか、なのでそうなんです。それをどう演じれるか、ファンの方も楽しみにしてると思うので、残り2週間3週間ちょっと頑張りたいと思います、うんうん、女の子女の子らしいっていうか、なんかね、それも個人配信でも昨日ね、といえばコメント来ててね、昨日の推しに弱いとか言ってましたもんね、うん、そうですね、推しに弱いんですか、うん、そうですね、押されたら、多分頼まれたら何でもやっちゃうとか、うなたんタイプなんて、僕、うなたんしかダメだよ、うなたんだけ、うなたんじゃなきゃダメなんだよってやったらどうしても、どうしてもうなたんだって言われる。そうだよね、分かったってなっちゃいます。いいね、皆さん、いいですね、ちょっと簡単に落ちますよね、うなたんはね。はい、分かりました、続いていきましょう。続いて、栄えある第1位は、はい。どうぞオープン、ボムさんにて初のグラビアをさせていただきました。あ、イエーイ、これはもうね、申し分ない感じでしたよ。いかがでした？いや、ずっとグラビアやりたいって言ってて、ファンの方も私のスタイルがいいってたくさん褒めてくださったので、それをなんか活かせたらいいなと思って、ずっとグラビアやりたいと思ってたら、ボムさんがそう、ね、取り上げてくださって、あれは最高だ、嬉しいです。となんか初めて撮影したのですごい緊張したんですけど、うん、私のファンの方も喜んでくださって、うん、できてよかったなって思います。本当に僕らはソファーのやつと、あのテーブルの前に横に立ってるやつ見た、はい、素敵だなと思って、ありがとうございます。本当ボナタンのグラビアね、いいよ、どうぞろ、はい、どうぞろぞ。ボムさんの雑誌の中にもめちゃくちゃカットたくさん入れていただいて、はい、あのファンの方、これが可愛いとかあれが可愛いとか、うん、たくさん伝えてくれて嬉しかったです。本当にあなたの特にお気に入りのポーズちょっとお願いしたいんですけど、上半身で どれですか、どれが好きだなって、これちょっとお気に入りで嬉しいって、うん、なんかサラダをこう食べてて、うん、こう見てるシーンがすごい食べてるの？いいです。大倉も最近ハマってるんだけど、ブロッコリーとパセリ生で食べてるんだけど、パセリパリって食べてる感じ、はい、ちょっとエアーでお願いしちゃっていいですか？美味しい、マヨネーズつけて、はい、マヨネーズ私嫌いなんですけど、マヨネーズつけてパセリだよ、はい、パキありがとう、伝わってきました。大丈夫です、十分ですねえ、はい、あ、でもやっぱうなたのね、ほら言ってたじゃないですかね、ほんと男女ね、どちらにもね、ファンになってもらえるのはグラビアがいい、本当その通りですよね。なんかエチエチウナタンっていうコーナーですけど、そういう感じがないっていうか、清楚さが、ま、勝ってるっていうかね、それがすごいなと思って見てて、ナースの衣装もそうだしね、コスプレもそうだったしね、うん、あれなかなかすごいなって思いました、見てて、ね、はい、はい、そういうことでありがとうございました。以上になります、はい、終了です。ありがとうございます。うんうんってきてます同意して、はい、そういうことで、さあここまでうなたんの今年の重大ニュースを知ることができて超面白かったよ、来年の活躍がますます楽しみだよという方は、ショールームツイッターライブは数字の8の連打、会場は拍手の島、会場嫌でチャチャチー閉めるよ以上、アシスタントミニ企画、服部優奈の2021年重大ニュースベスト3でした。さあ宛先をじゃあ1回ずつ言っときましょうかね。じゃあうなたんからお願いします。はい、メールアドレスは bk.tomo@shimokitafm.com までです。ツイッターはハッシュタグ、下北 FM 全て全角です。
メッセージとフォローお待ちしています。はい、お待ちしております。よろしくお願いします。あ、メールいつご紹介、はい、あ、ちょっといいか、メール一通だけ言いましょうかね。匿名希望の方、はい、服部ゆなちゃん、うなたんはゆりかもめに、新橋がゆりかもめに乗ってる時間が好きだそうで、そうなんですか？はい、そうなんです。なんか、うん、モノレールにあんまり乗ったことがなくて、浜松町のやつ乗らないの？あの羽田空港に行くやつ。乗らないですね。乗らないですね、あっちはね。なんで、ほんとゆりかもめ、この前も乗ったんですよ、はいはい、仕事を行くときに。なんか、一番前の席って、うん、人を見られるじゃないですか。うん、絶対そこに乗りたくて、うん、行ったらそこの席が空いてて、一人で夜景をこう見ながら帰りました。無人だもんね、運転手さんがいつうかね。そうなんですよ、それがなんかまたすごいなっていう。この後登場のココちゃんもね、ココナちゃんも確かね、真ん前の方に乗るのが好きだとか言ってました、電車の。お、本当ですか、すごい。足を忘れたら後で振って、確か似てますね、同じね。本当ですね。岐阜県のアイドルはやっぱ電車の前に乗るのが好きなんですよね。知らないですかね。あ、そうそうそう、ゆりかもどのあたりの景色好き？ゆりかもめは例えばお台場とかいっぱいあるじゃないですか、晴海とか。お台場ですね、この前、うん、本当端っこから端っこ、はい、からあの新橋まで乗ってたんですけど、うん、やっぱちょっとお台場から離れるとお台場全体を見れるじゃないですか、はいはいはい、もうそれがめっちゃ綺麗でした。フジテレビと観覧車とレインボーブリッジと一気に見れたので、めちゃくちゃ良かったです。本当大倉はあの帰ってくるときですね、橋を越えてあの汐留あたり の, あのもう電通さんとかね、あの日テレさん、ああいうところに入ってくるところとか戻ってきたなって感じ、ね、はい、わかりました。あ、服部ゆなちゃんこう見えて20分前行動と偉いですね。はい、そういうことで、はい、ました。さあ、それでここで1曲挟みましょうか。曲紹介、次回の出演者でございます。曲紹介、じゃあうなたんからお願いします。いきなり東北さんの皆さんで、今年6月6日にリリースされたセカンドアルバム東京インベーダーの収録曲よりうちらとおめたつです。 MV でどうぞ。タイフェーム DJ 友明レディオショー、この時間の相手はメイン MC でアイオドコメンテーターの大倉友明と、そして本日のアシスタント MC はこの方です。どうぞ。はい、 AKB ホテルチームメイト岐阜県代表チームリーケンの服部ゆなが、下北沢駅西口カフェエクスプレッサーより生配信生放送でお届けしています。はい、うなたんです。イエーイ。あ、さあ、ここからはね、リサッシュでもね、元にいろいろ触れていきたいと思うんですけどもね、はい、そうそう、あ、そう、あれ、近況としては11月22日、ね、月曜日にアンロケ、ね、収録ということで、はい、僕らもタイムシフトで見てますけど、12月24日イブの日にね、24日にクリスマスイブの放送ということで、はい、クリスマスイブの日、これもまあまああんま触れられないと思うんですけどね。まあでも8メンバー全員出ると思うので、結構盛りだくさんな楽しい企画になってると思うので、はい、ぜひお楽しみにしててください、はい、ぜひぜひ。そして番組といえば11月18日木曜日、 AKB48 ネモハモルーマーが日本レコード大賞優秀作品賞を受賞、おめでとうございます。ねえ、勢いに乗ってる。そして出場を目指していた NHK 紅白歌合戦を残念ながら選出されませんでしたが、また来年ね、目指していこうということでございまして、ツイッターでも話題になっていましたね。そして、あと10月31日、さかのぼること10月31日日曜日、ショールーム毎日アイドル900日達成、おめでとうございます。ありがとうございます。900日ってなかなかね、すごい休まずですからね。そうですね、ほぼ毎日なので、オナタンの、ね、ショールームは見たくなりますよ。このバックソファーのこの感じ、オナタンのこの衣装もね、いい感じでいいとこの子みたいな、いいね、本当にね、お姉さんですよ、これ見ますよね、確かに。ここにさらにここにコスプレも加わっちゃいますからね、場合によっては。そうなんですね、何百日とか記念配信は何します。今してみたいコスプレとかありますか？こう、まあ、ナースは絶対似合ってるじゃないですか、もう。あとオナタン、何があるんですかね、したといえば結構やっぱファンの人はメイドさんとかが多かったんですけど、フケイさんとか、あ、フケイさんもやりました、ハロウィーン、やった、そう、見たらいいんですよね、結構やりました、ね、やってほしいなったら送ってほしいね、ちょっとね、番組中にね、そうですね、勝利とか、ね、はい、それからあとはトランペットもね、前回触れなかったトランペット、最近やってるんですか？最近はもうやってないですね、全然。ちょっとさ、まあ、現物はないと思うんで、ほっぺを膨らまして、ちょっとあのトランペット吹いてもらって、はい、エアでお願いしちゃっていいですかね。ちょっとよくアップ寄っていて、カメラに寄っていただいて、はい、音出して。いいね、いいね、いいね、いいです、いいです、可愛らしかったです、ありがとうございますね。
そして、寄ったところでチャームポイントがね、涙袋じゃないですか。涙袋見えますけど、はい、ちょっと涙袋、あ、涙袋トレードマークですね。ちょっとプニプニしてもらっていいですか。あ、涙袋です。プニプニね、皆さんね、した気持ちになってくださいね。わかりました。ありがとうございます。サービス、はい。そして好きな食べ物がニンニクということで、ね、はい、あの昔からそれ言ってるじゃないですか。ニンニクってね、あのもう入った当初から見てますけど、僕ね、はい、黒ニンニクハマっててね、匂いがないってことで、黒ニンニク。うん、そうですよね。美味しいですよね。なんかちょっと酸っぱくて。匂いある方が好きなんですよ。匂いがある方がいいの？ラーメンとかじゃあどうさ、はい、どうぞ。ラーメンとかもめちゃくちゃニンニク入れます。うん、今冷蔵庫に、うん、あの刻みニンニクってあるじゃないですか。はいはい。それをストックしてます。あ、入れてんの？ニンニクたっぷり。はい、ニンニクじゃいっぱい食べて、はい、今度ねメンバーのあやねちゃんにハーってやってみましょう、はい、ハーってやってみましょうよ。あやねちゃんどういう顔するか。もうあやねちゃんに嫌われちゃいました、ね、やりました。あやねちゃんに嫌われるのはオクラだけで十分ですけど、うなたも嫌われてほしいんですよ。うなたも嫌われてほしいんですよ。嫌われないです。いや気づいてるか分かんないけど、一体ショールーム配信あやねちゃんとかパンって言ってさ、オクラですって言ったら、あーそろそろやめよう、はい、終わりまーすそんな分かりやすいことあやねちゃんオクラ言ったんですけどそれありましたから、もうちょっとね、そうなんです、来てほしいんですけどね、オクラは言っといて、ちょっと本当に、うん、ちゃんとガチで僕ちゃんとね押してますって言っといてください。そういうなんか伝わってないですもん、はい、もう塩対応ですからね。そしてあとね、はい、それか、そう、グラビアするのがいい目ね、そうそう、そんな感じですよ。あとシータンさんの卒業がありね、あと、あ、酢豚すくった話した、あとね、あ、そうですよね、あと、それそれそれ、あと、あ、これ別ネタ、新しいネタもあるのよ、インスタ。この後ほら、ココナちゃん待っててね、後ろ、あの、伸ばすからね、後ろ伸ばすから、あの、もうちょいゲストコーナー押しちゃってる。あとね、あ、あ、セリカちゃんね、おしゃれなアフタヌーンティー行ったセリカちゃんとね、大阪にね、行ってね、はい、あ、あ、郡上行ったんですか、岐阜県地元、郡上に行ったと。そうなんですよ。あ、すいません、久しぶりに実家に帰ったんですけど、お母さんと出かけたいなってなって、いやどうしようと思って郡上、お母さんの連れてってなりました。郡上、郡上、川とかあっていいとこだよね。そうなんです、めっちゃ自然豊かで。そうなんです、なんかね、僕らも子供の頃行った思い出が愛知だからね、あってね、あの郡上祭りって、郡上踊りってありますよね。あ、郡上踊りありますね。盆踊りが、三大盆踊りかなんかありますよね。はい、あります。行ったことある、あれは、ない。ないです、私は行けてなくて。ねえ、ちょっとね、なかなかいいですよ。あ、人生で初めてピューロランドに行ったとか。行ったそうなんです。本当昨日なんですけど、うん、行きました。ね、あ、昨日行ったんだ。よくどうでした、はい、ピューロランド。なんかお昼から行っちゃったので全然全部回れなかったんですけど、もう私サンリオめちゃくちゃ好きなので今日は楽しみました。ねえ、あ、そして、あ、話変わって26時のマスク、ニジマスの吉井美優ちゃん。吉井美優ちゃんちょっと待って、また次回とかね。またいろいろある、はい、あと大丈夫、イコラムちゃんね、あと、はい、あ、元兵庫県、あ、これ聞かないか、元兵庫県代表ポッターちゃんから、元兵康県代表の山田七海ちゃん、はい、結婚ね、妊娠発表、びっくりしましたね昨日ね。もちろん交流ありますもん、ありましたもんね、もう当然、はい、ね、全然あります。なんかお気持ちをよかったら一言でもねお聞かせいただけたらと思って。山田は本当に、うん、いい人なので、うん、もう幸せになってほしいなと思います。わかりました、ありがとうございます。さあ、そういうことでお待たせしました。この後はゲストコーナー、トモワークスポップチャット、SK48、ね、SK48 の鈴木心奈ちゃんが遊びに来てくれます。引き続きお楽しみに、 CM の後です。マウスってどうなのよ。マウスのパソコンは国内生産なんです。国内生産だからっていいとは限らないでしょ。しかも手作りなんです。コスパもいいんです。安心できるパソコンがあります。マウス。観光の学生服は美しいシルエット、着心地最高、ストレッチ、お手入れ楽々、まさに全青春対応。山口県の学生服は観光。I'm not afraid to die.
株式会社紅葉金属宝飾。下北 FM、 この時間はゲストコーナー、ともあきポップチャット。この時間は下北 FM 一押しのアイドルの皆さんお迎えしてお届けします。早速ご紹介しましょう。今週のゲストは初登場リモート出演でこの方です。どうぞ。はい、 SK48 チーム E、 17歳岐阜県出身のスイココナです。はい、ココナちゃんです。よろしくお願いします。お願いします。さあ、メールご紹介しましょう。こちらラジオネームギャルの人より参加いただきました。ありがとうございます。さあ、いつも元気でノリがいいココナちゃんですけども、今日は岐阜の先輩でセクシー番長の服部さん、服部ゆりなちゃんと共演ということで、緊張してるのかな。せっかくだから服部さんからセクシーを学んでトークの東海で、ファンをガンガン釣ってみよう、笑っていただきました。はい、ね、さあ、ウナタン初めてですもんね、共演。はい、そうですね。デートグループのもやっぱ別会社になったりも、ね、なかなかありませんもんね。ね、はい、なかなかコンサートとかもないので。そうそう、なんかね、ファン情報によりますとね、ファンの方から、作りネタなんですけども、ラブリン SK48 の、はい、うんうんうん、なんか彼女がうなたんの、なんだろう、グループに入る前に、なんか加入前になんか、握手会とかに行ってたっていう情報が。あ、そうなんです。握手会も来てくれてて、なんかすごい押してくれてて、でも最近はそう、それを聞かないんですよ、ダブリンから。まあね、だからいいじゃん。でもやっぱ本業がやっぱ忙しいのに。そうですね。でも連絡は取ってます。ね、あ、取ってるんですね。ほうほう、はい、連絡は取ってます。ね、ラブリン出てきてます。それからラジオネーム、ギャル、あ、別の方ですね。あ、これ匿名決まった。ココナちゃんは心優しくて仲間思いの愛されキャラですが、先輩との、先輩との仲良くなり方が、先輩との仲良くなる、なり方が半端じゃないんです、うん、半端ないです支配人の斉藤真紀子さん、真紀子ちゃん、支配人のことを真紀子ちゃんと、真紀子ちゃん呼びができる若手はココナちゃんだけな気がします。今日は持ち前のコミュ力で、コミュニティコミュ力で大倉さん、そして、ゆうなちゃん、あとりゆうなさんと仲良くなってもらえるといいですね。はい、ね、じゃあそういう感じでいきましょうか、今日もね。じゃあね、はい、じゃあなんて読みますか。じゃあ決めましょうよ。じゃあ、私と大倉と、あとりゆうな先輩、なんて読む。うなたん、うなたん、うなたん、いいんですか。うなたん、うなたん、いいですか。うなたんって読む。うなたんで、はい、全然呼んでください。おお、じゃあ何て言いましょう。いいですよ、全然、もうはっきりガンガン言ってもらった方が嬉しいです。じゃあ、ココタンで。おお、かわいい。うなたん、ココタン。じゃあ、大倉なんて言いましょう。うなたん、ココタンで。大倉じゃん。大倉。大倉大倉大倉呼び捨てか。いいんだよ、ちょっと。じゃあ、お願いしますよ。うなたんと大倉。すごい。ということで、それからラジオネームタカさんからいただきました、はい、大倉さん、ココナさん、はい、そして服部さん、こんばんは、はい、ココナさん、下北FM初出演おめでとうございます。ココナさんといえばブーン、ブーンですが、うん、服部さんと大倉さんはブーンを知らないと思いますので、最高なブーンを見せてあげてください。よろしくお願いします。はい、はい、画面によってお願いします。はい、はい、ブーン、はい、すいません、うなたん固まってるんですけども、はい、そうですよ、私がなんか出てきちゃった。ちょっと待って、3人映りますか。3人、はい、3人映ります。じゃあちょっともう一回ブーンを一緒にやりますから、お願いします。ブーン、はい、はい、せーの、せーの、ブーン。これどういう意味なんですか、ブーンって。これはブンブンゴマのブーンなんです。そもそもブンブンコマがよく分かってないですけど、なんかで回すコマみたいな、ぐんぐんと回すコマみたいな、はい、それ岐阜県に、はい、岐阜県になるんですか、うなたん、そういうブンブンブンコマって。いや、なんですかこれ。なんだこれ、岐阜に売ってる。なんですかって、同郷の、ね、先輩にも伝わってないんですけど、はい、ココナちゃん、どういうことですか。やばいですね、これ多分ココナちゃんしか知らないです。空調で回す。すごいですね、ちょっと。
はい、なんかそサーカスみたいな感じです、木下大サーカス。はい、それ持ってないんですか、今日コマみたいな。あ、持ってないです、もうあのオーディションからしてないですね。いやちょっとこの番組内でやろうよ、ちゃってオーディションがしてないなら、下北沢もやっぱ初登場だから、はい、アイドルの登竜門みたいになってるんで、はい、ダメですよ、ダメですよ、用意してください。こうしたらもうね、今日まとメンバーに乗っちゃうかもしれないから、うん、いやないんで、ない、もし見つけたら教えて、見つけたら、はい、ね、ということで絶対見つかんないです。見つかんない、はい、あの作らないといけないんですよ。あ、作らないといけない、作ってくれてもいいからね。、はい、ちょっと番組おっしゃったら一緒に引っ張っちゃうから、今日ね、失礼時間、はいはい、さあ、そういうことでここでね、ご名刺代わりにミュージックビデオをお届けしたいと思うんですけども、曲紹介じゃあココナちゃんからお願いしちゃっていいですか、ご自身参加していることで。はい、はいはい、私たち SKE48 で今年9月1日にリリースした28枚目のシングル、あの頃の君を見つけたタイプ C 収録曲より、世界のスーパーヒーローです。 MV でどうぞ。ゲストコーナー、ともあきポップチャット。この時間の相手はメイン MC で愛用とコメンテーターの大倉ともあきと、そして本日のアシスタント MC は引き続きこの方です、どうぞ。はい、 AKB48 チームメイト岐阜県代表チーム B 県人の服部優奈が、下北沢駅西口カフェエクスプレッサより生配信生放送でお届けします。はい、お届けしています、うなたんです。そしてゲストは、でもちゃんとね、紹介してほしいって言ったけど、はい、ちゃんと一文で言ってほしいもん、はい、ココナちゃんに。はい、はい、SK48 チーム E のスイココナです。はい、ココナちゃんです、よろしくお願いします。ココナちゃんもうちょっと寄ってね、画面の方にね、はい、頭の上開きすぎちゃってるからね、はいはい、あ、なんなん近づくと鶏に見えてきた、ココナちゃん。鶏かわいいね。メールご紹介しましょう。こちらラジオネーム、はい、スパークニキさんいただきました、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。こんにちは、鈴木ココナちゃんの個人配信を見ていると、たまにドアが閉まっていて開始が遅れましたとか、あと先ほど20分間ドアに挟まれていましたという状況が全くわからない、報告をしてくるのですが、どういうお部屋の構造になっているのでしょうか。挟まるというのはつまり自動ドアなんでしょうか、電車みたいに。わかりやすい解説をお願いしますって来てますよ。挟まれちゃったどういうことですか、これ。いや、挟まれてないんですけど。挟まれてないのに。はい、挟まれたって言っちゃったの。8時から配信しますって言ってて、うん、ちょっと20分ぐらい遅れちゃったんですよ。ダメだね、それは約束守らない、はい、ちょっとダメなんですよ、うん、だけど、うん、それの理由を、うん、ドアに挟まれてましたって言って許してもらってます。電車のドアにこうやって挟まれたことあるんですか。はい、バーンって乗っちゃって、この駅かなと思って覗いたら、はい、乗っちゃったっていうアイドルの方いらっしゃったんですよ、以前に。コナちゃん、ありそう、コナちゃん東山線とかでありそうですよね、名古屋。コナちゃんは地下鉄ないですね。ないですか、名城線とかに挟まれちゃったってない、はい、素早く通り抜けれるので大丈夫です。ない、素早く、コナちゃんありそうですよね、ちょっとね、JR とかで。うんうん、あんまないですけど、まあ、ちょっとドアが閉まるギリギリとかは、そんなにはあれここに行ったらですけど、あれここに行くかな、あれあれあれって言ったら、うん、閉まっちゃって、顔ごと顔ごと挟まれちゃったってないですか。痛い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 、なかったです。ないですね、わかりました。はい、これ以上話が広がらないということで、じゃコーナー行きましょう。続いてこの時間、こんなゲスト企画ご用意しました。題して、鈴木ココラの肉料理好きなのはどっち。肉料理、そうそう、今ね、現在ショールームさんではですね、11月29日、今月29日まで、すき焼き VS 焼肉、好きなのはどっち好きなのはどっちというキャンペーンを実施しております。そこで、はい、便乗しましてね、 AKB48 グループの皆さんは、お肉をゲットするチャンスということでね、今度出てくれる NGT ホテルの山田のいちゃんも、お肉欲しい、食べたいって言ってました、うん、食べたいってちょっとかしげた声と、ね、そこで鈴木ココナちゃんに番組サイト、番組側で用意した肉料理に関する好きなのはどっちという、ね、肉料理に関する、好きなのはどっちという二択の質問に答えていただきましょうということで、さあご準備よろしいですか、いきますよ。はい、うなたんも入ってもらえますか、口頭でね、よろしくお願いします、はい、A か B で答えてください。 A か B でね、はい、早速いきましょう。質問その1、はい、焼肉の部位好きなのはどっち、 A タン、 B カルビー。せーの、リンペアベー、はい、あ、 A です。どうしてですか、これはココナちゃん、はい、どうしてタンなの。タンですね、はい、私は薄いお肉が好きだからですね。何肉、
薄いお肉です。薄いお肉好きなの？はい、薄いお肉が好きだからです。カルビいっぱい食べてそうだけどね、若いから。うん、タンしか食べないです。タンしか食べないの？はい。じゃあ何、タンは塩に、塩とかにつけて食べ、つけて食べるの？お塩。お塩何につけるの？あの、あるじゃないですか、タレです、タレ。タレにつけて食べてるの？じゃあタン食べてもらっていい？今ちょっと箸つまんで食べてる感じを見たい。どんな感じで美味しく食べるのか、美味しいっていうのを食べますよ。はい、まだ、はい、まだ食べるの、はい、まだ早い、まだ焼いて、これ焼いて、焼いて、まだ、まあ、ここらちゃんまだだよ、まだ生だから、はい、焼けた、はい、タレつけて、タレつけて、あ、だ、あ、もう食べちゃったの、食べちゃった、早いよちょっとそれ、はい、食べちゃった。うなたんはどうですか、これどっちですか、A か B か。うなたんは A のタンです。ウナタンタンだよね、だってね。ウナタンは飛騨牛しか食べないもん、岐阜だから飛騨牛しか食べないもん。そうだよね、決めてるもん、ね、食べないもんね。岐阜愛にだってもう見せてる。そうなんです。そうだ ね、 そうだね。ウナタンじゃごめんなさいね、やらせてもらって、このね、ベテランなのに。ウナタンも牛タン食べてもらっていいですか、タレつけてもらって、タレつけてもらって。一応欲しいから、ファンの人欲しいから、やっとだよ、久々の牛タンだよ、うん、焼いてる、はい、焼けた、うん、美味しい、カチ。もうレモン汁つけましたから、今あなたがレモン汁をね、はい、美味しいね。はい、続いていきましょう。はい、続いてどんどんいきましょう。時間もありました、尺の関係。続いて、質問その2、どんどんいきますよ。しゃぶしゃぶのタレ好きなのはどっち？ A ポン酢、 B ごまだれ。いきましょう。はい、せーの、どうぞ。じゃんじゃん、あ、2位です。お、ごまだれ。ごまだれです。ごま、これちょっとわりかしやっぱり若いからね、あっさり系よりもね。これどうしてですか、はい、いや、ポン酢は大人なお味なので。そうだよね、ポン酢はね、オクラポン酢ばっかだもんね、はい、ポン酢ですよね、もうグルテン。それは知ってました、知ってました。そんな感じするもんね、はい、なんとなくね。ちなみにうなたんは、はい、私はポン酢 A ですね。大人、うなたん大人、もう上がったよ、今あっさり派ですね。うなたん大人の大人の方がちゃんとお誘いしても、ちゃんとおなたがポン酢に合わせてくれるんですよ、皆さん。ポン酢の良さを知ってるんですよ、おなたは。知ってしまったんです、私にして。はい、ね、まだね、おこなちゃんはお子ちゃまだから。はい。7歳ですから。はい。じゃあ、続いていきますよ。質問その3。鶏肉料理、好きなのはどっち？ A、唐揚げ。B、チキン南蛮。いきますよ。せーの、フリップ、うん、オープン。A です。あ、やっぱ唐揚げですよね、はい、うん、唐揚げですよ、うん、だって唐揚げな感じするもん、だって、うん、そうなんですよね、唐揚げの方がちょっと唐揚げっぽい感じがするので、うん、唐揚げの方が唐揚げっぽい感じがする。当たり前ですよね、やっぱね、そうですね、唐揚げです。はい、はい、じゃあ、ウナタンはどうですか？私も A の唐揚げです。あ、最近唐揚げでもほら、はい、いろいろじゃ塩振るとかレモンだけとか、どんな感じでいくんですか、唐揚げは。あー、でも結構味濃い唐揚げ好きで、なんか自分で作った時も結構下味つけて、全部つけて唐揚げ食べます。いいな、あなたの唐揚げ、あんしてもらいたいね、やっぱね、皆さん、ね、ちょっとやっぱり極力一応あなたも申し訳ない、あんしてもらっていいですか、ちょっと唐揚げ。あなたの唐揚げ作ったもう作ったイメージが湧いちゃったのよ、もうファンの皆さんもストップがかからないですよ、ここまで来ちゃったら。いきますよ、あげたは、あげたてのやつを、じゃあ、うなたのセリフで、ちょっと、あ、上がったよ。はい、できて。じゃあ、暑いから、フーフーするね。はい。パク！おいしい！恥ずかしいんですけど。じゃあ、ちょっとお願いしますよ、ココナちゃんも。してあげて、ココナちゃんのファンのね、皆様ちょっとね、お年寄りのファンの皆さんがココナちゃんからね、ココナちゃんが多分作らないと思うけど、多分ファミチキだと思うんですよ、はい、多分ココナちゃんが作ったりファミチキだと思うんだけど、ファミチキ、あんしてほしいんですよ、いいですか、はい、あんですよ、あ、はい、あげないでしょ、あ、あげない、パクって自分食べちゃうパターンでも OK です、うん、いいですか、はい、いただきますよ、はい、はい、どうぞ、はい、美味しそうだな。ですね、はい、ガチどうだったんですか今。なんかびっくりしました、未成年なのになんかピンク開けす線開けてる感じがしたんですけど。違いますよ、何ですか、何ですか、あれはファミチキの袋を開けてる、袋を開けて、はい、
あーしてくれないですか。あーしてパクって揚げないココナが食べるみたいなパターンが欲しかったんですよね、はい、全然揚げますよ。揚げダメダメ、ココナちゃんに、はい、ココナちゃんに揚げてほしくない。もう揚げても絶対ずっともらわないで引っ張ってもらうココナちゃんが好き、うん、あーじゃあそうします次から、うん、揚げる揚げる、はい、あー揚げようかな、でも揚げない、はい、ねやったやっちゃって今やっちゃってやだわかりました。じゃあ続いていきますよ。はい、続いてはどんどんいきます、はい、質問その4、はい、とんかつを使った料理好きなのはどっち。 A カツカレー、 B カツ丼。いきますよ、せーのフリップオープン。 B です。カツ丼、まあこれカツ丼わかりますね、はい、カツ丼、これはカツ丼でしょ。あのカツ丼って卵あるやつですよね。うん、卵からちょっと半熟とかできるよね、注文すると。そうなんですよ。リクエスト。卵が好きなんですよ。うん、あ、なるほど。じゃあ、はい、カツ丼がとろっとした感じがいいんですね。そうなんですよ。そうなんですよ。白身がまだあの、はい、焼かれてないっていうかね、レアな感じ。はい、うん。それがいいです。ちなみに、うなたんは、うん、私は、なんか食感が結構好きなので、はい、揚げ物だったらやっぱサクサクしてる方がいいので、カツカレーですね。あ、カツカレーですね。下北沢カレーフェス終わりまして、ね、うん、大盛況でしたから。そうですよね。カフェエクスプレッサーもカレー食べたくなったらね、あのカフェエクスプレッサーもカレーやってますから。で、下北沢、世田谷方面に来た皆さん、渋谷とか新宿寄ってくれたカフェエクスプレッサーね。はい。続いていきましょう。はい、質問その5。ハンバーグのソース、好きなのはどっち？ A、デミグラスソース、洋風。B、大根おろし、和風。はい、せーの、どうぞ。はい。A です。おお、あ、これは分かんないと思うんですよね。デミグラスソースとかいかがですか、これ足りますか、量とか。足ります。足りる、いっぱいもらってね、はい、やっぱり全然いい、大根、大根おろしダメ、酸っぱいのちょっとダメ、ダメなの大根おろし、これは、はい、大根ポロシとおろしとあのポン酢だけで夜いけるけどね、なんか目覚めがいいから。えお餅に入れちゃう、お餅一本ね、かつお節でじじじんやってねやるんだけど、どうですか、あのちなみにうなたんは。私は B の大根です。ああ、もううなたん大人。うなたんレディー。うなたんもそういうね。うなたんますますファンの皆さんがあのデートで連れてきたくなっちゃう。お誘いしたくなっちゃう。そんな大根おろし食べてくるうなたんなんて。でもいいんだよ。デミグラスソースのココナちゃん、ココナちゃんでいいの。はい、そうですよ。まだまだこっちゃまだなって感じで、一生懸命いっぱい食べてねって感じになるから。じゃあ続いていきます。ラスト。質問その6。チキンナゲットのソース、はい、好きなのはどっち？ A バーベキュー、 B マスタード。はい、せーの、どうぞ。はい、 A です。あ、 A ですか。まあバーベキュー、はい、まあ、そうですね、やっぱバーベキューですよ、うん、やっぱ美味しいもんね、味が濃いし、ね、うん、うんうんうん、そうだよね、バーベキュー好きなんだよね、はい、うん、はい、そうです、はい。じゃあ、うなたんは。あ、ここはマスタードと行きたいところなんですけど、バーベキューです。あ、バーベキューですね。皆さんも、皆さんもやっぱり美味しい、やっぱりちょっとね、バーベキューですね。マスタードも美味しいけどね、美味しいけどヘルシーだけだとね、ピリッというか、ね、はい、わかりました。そういうことで終了です。はい、ここまでココナちゃんの、ココちゃんの、ココナちゃんの好きな肉料理を知ることができて超楽しかったよ、うん、お腹がなんだか空いてきちゃったよって方は、はい、腹ペコだよって方はショールームツイッターライバー数字の8の連打会場拍手お願いします。以上、ゲスト企画、鈴木ココナの肉料理、好きなのはどっち、はい、でした、はい、はい、じゃあ続いて D ともアンケートね、出演者の皆さん、はい、事前にご記入いただいてないの触れていきます。あなたも入っていただいて、はい、下北タイム出演するにあたって初めてで緊張しているのですが頑張りたいと思います、よろしくお願いします。緊張してないですよね、全然ココナちゃん、どこ緊張してんの。緊張してますよ、出たら全然してないよ。全然、この全然してないの、はい、この前の早川先生の方が全然緊張してて、早川先生は緊張してそうです。早川先生また出てもらうわけで、全然緊張してるよね、うん、あの下北沢のイメージ、古着屋さんがたくさんあるイメージ、うん、行ったことないんですね、はい、行ったことないです。おなちゃん絶対来、おなたんは下北沢あるんですか、来たことは。私は1回くらいありますね、うん、1回だけじゃないかも。古着もね、食べるものも安いし、いい街ですよここは。そうなんですか。チャージもね、かかんないしね、ちょっとね、二十歳超えたらね、はい、あとね、変な、周りからどういうキャラクターだと思われていますか、変な人って言われるけど、私は全く変じゃないですって言ってますけど、どうですか、あの、うなたん、僕、はっきり言ってあげてください、後輩だから。変じゃないですか。すごい、でも、若さなのかなと思ったんですけど、どうなんだろう、でも、やっぱ変な人って言われてるなら、変わってる子なのかなって思いました。でも、なんか人が、
いい気もしますけど、うんうん、どうですか、ね、ここのちゃん的に変わってるって言われるのは嫌ですか、うん、ねえ、変わってないですもん。変わってるって言われた方が、変わってないんだ。アイドルじゃないですか。めちゃめちゃいいじゃん。はい、変わってるって言われた方が全然変わってる。じゃあ変わってます。じゃあここなちゃん普通だね。どこにもいるようなアイドルだねって言われたらいいですか、それ。どっちがいいですか、変わってるって。なんでそんなこと聞くんですか。だってどこにもいる、ここなちゃんなんかどこにもいるアイドルだよねって言われるのと、ここなちゃん変わってる、はい、どっちがいい。ちょっともう変わってるでいきますね。変わってるでいきますね、はい、変わってるでいきますね。わかりました。で、あとね、はい、あ、そうだ、はい、出来合いのことを弱愛と読もうと思って、これもありますね、はい、こういうのがね、はい、あと、ハムスターの画像を見るのが好きだってことね。はい、はい、そうです。ハムスター飼ってるの。飼ってないです。ハムスター飼ってないのにハムスター画像見るの好きなの、はい、ハムスターが可愛くて、ハムスターがなんか爪切りしてる画像とか見てます。ハムスターが爪切りしてるの自分で。はい、あ、切ってもらってる。ハムスターは俺、ココナちゃんがハムスターに見えるんだけど、はい、ココナちゃんが爪切りしてんじゃなくて、ハムスターが爪切りしちゃってるの、はい、ハムスターの爪切りして顔がってなってる画像を見てます。そうです、はい、顔がフッとなってるんですよ、ココナタ、はい、ハムスター。かわいいですね。かわいいですね。そうです。あとね、デザートばかり食べてるとかね、はい、時間、家を出るの1時間前に絶対起きる、はい、家出る、家を出る1時間前に絶対起きる、はい、えらい、遅刻とかしないんだね、はい、じゃあ偉いんだね。はい、そうです、ね、大したもんですよ、これね、はい、やってみたい企画、違うアイドルグループの方とお話しすることがをやってみたい、今日できてるじゃないですか、はい、違うね、アイドルグループ、ね、そうなんですよ、ね、初めて、初めてです。質問していいですか。いいよ、して、はい、私のこと知ってましたか。うん、知ってました。嘘、うん、嘘だ、知ってました。どういうイメージだったか。嘘、どういうイメージ。なんかお姉さんっていうイメージがあって。お姉さんだよね、綺麗なお姉さん、はい、うんうん、そうだって、綺麗なお姉さん、綺麗なお姉さん、ソファーの上に寝そべる綺麗なお姉さん。そうですね。ナースの格好とかしたりするね、清楚系のお姉さん。はい、うん、でも奥ちょっと今ショールームのコメント見てるんですけど、はい、絶対嘘だっていうコメントがあって、知ってますよ、それは一人ですね。知ってますよ、だって繋がってますもんね、はい、アイドルだって、はい、そんな岐阜県にアイドルたくさんいるわけじゃないもんね、そんなに。そうですよ、いっぱいラストアイドルの、ね、あの子とか、はい、ね、ラストアイ、はい、ラストアイとか、あと OSU のね、なんかですね、なんか、はい、はい、まあそんな感じでございましてね。いや、マネージャーさん情報来てますよ、はい、ちくわが大好きということですが、前にちくわの製造されるまでの、ちくわの製造されるまでのモノマネをやっていたこともありました。ちくわ製造見ましたよ、どんな感じ、ちくわ製造、ちくわ、なんだそれ、山沢のちくわですか、豊橋の。もうちくわが好きだったんですけど、山沢のちくわ、はい、言って、ね、はい、今はちくわ好きはもう卒業してます。卒業しちゃったの、まあ、見たかった。ちょっとマネージャーさん情報がちょっともう遅いです。マネージャーさんに言っといて、じゃあ、はい、じゃあ言ってきます。ココナさんって自分のこと言ってるし、はい、一輪車は相変わらずどこ行ってもココナさんですよ、うん、自分のことココナさん。もうココちゃんに変わってますよ、うん、変わってる、もう遅いね、じゃあ情報がね、はい、ここ遅いですね。アンケートでした。さあ続いて生電話コーナーです。さあかけますよ、生電話どんどんね、はい、じゃあちょっとうなたんあれだけど、どんどん盛り上がってる、はいはい、はい、1人目、はい、はい、はい、2人目、どんどん、もう3人4人、はい、どじいちゃん、はい、どんどんいきます、はい、まあ、かけてます、じゃあ今電話してますから、おー、ね、まあ、そういうことですよね。じゃあ岐阜のファンの方出るかもしれないからね、ちょっとうなたんもこれココナちゃんファンで岐阜の方来たらちょっとゲットしちゃいましょうよ、はい、ここゲットしちゃいましょうよ、はい、あ、つながって、もしもし、下北 FM です、ご覧になってました。あ、はい、何県からラジオネームで結構です。あ、高広レコードと申します。あ、どちら、何県で。静岡県です。静岡、いかがでした、ココナちゃん今日。あ、いつも可愛いですけど今日も可愛かったです。ココナちゃん、話しちゃってください、どうぞ。はい、はい、カタツムリさんですよね。あ、高広です、カタツムリさんです、カタツムリさん。はい、今日は元気ですか。あ、今日まだ仕事帰りです。じゃあ気をつけて帰ってね。はい、終了です、ありました。はい、さっき一言話せばいいじゃん、伝えるよね、仕事帰り、幸せなことですよね。
そういうことね。あ、そうそう、あ、もともとあれですね、あの月刊エンタメさんからの情報なんですけど、SK48 に入った理由、須田あかりちゃん、あかりんをテレビで見てこんなに活躍できたらと思ってなるね。あかりん、あかりん、ってよ、ココナちゃんですよ。ココナちゃん答えてますよ、以前に。大丈夫、助けきますね。ハマっていること、電車の先頭車両の一番前に座ること、これ一緒です。はい、もしもし、下北 FM です。ご覧になってました番組？はい、見てました。お名前と何県から？東京都のよしくんです。よしくん、じゃあ話し合ってどうぞ。よしくん、はい、よしくん、はい、よしくん、よしくん、ラジオで一緒に声出して、はい、ブーンしたいから、はい、もう一回ブーンお願いします。はい、せーの、ブーン、はい、シーン、ありがとうございました。ブー、ありがとうございます。次行っちゃいますね。そうそう、そんな話を、電車の先頭車両に座りたいんですね。一番最前列に座りたいんですね、電車ね。そうです、電車の、あ、景色がいいからですか、うなさんと一緒ですね。私はなんか電車乗ってる感がするんですよ。じゃあちょっとうなたんとさ、終わったらさ、うん、FF 相互フォローしてツイッターね、よかったら、はい、仲良くなって。私もしてるんです。してます。もうしてるか、お互いの。あ、してた。あ、してる、してるって。それじゃあうなたんじゃ返さないと、ね、してました。あ、もしもし、下北 FM です。見てました？あ、見てました。お名前と何県から？ラジオネームで結構です。イクで千葉県出身です。いかがでした、ココナちゃん？はい、はい、話しちゃってどうぞ。イクちゃん、ココちゃん、こんばんは。イクちゃん、こんばんは。ありがとう、見てくれて。今日もかわいいね。え、今日も思い合いを伝えてください。大好きだよ。大好き、大好き。はい、終了です。ありました、次も。全員かけたい、全員かけたい。ありがとうございます。この後もご覧になってくださいね。そして、うん、チャームポイントは変なところ書いてある。電車の先頭車両に座ることで、うん、あと名古屋飯、好きな名古屋飯、チーズドッグって書いてますけど、チーズドッグなの？好きな名古屋飯、チーズドッグって名古屋飯じゃないでしょ？違いますね。あ、違う、あんかけパスタ食べたことある？あんかけパスタ美味しいよ。 ありますよ、あれ。好きなんだよ、オクラ。あのサバランっていう店行くんだけど、サバラン美味しい、行ってみて。見えますよね。もしもし、あ、つながらない、まだつながってないです。それから、将来の夢、すごい人になりたい、将来すごい人になりたいでしょ。ホームページですごい人になりたい、将来。おー、すごい人、すごい人、一言のようですね、うん、それから、そう書いてられましたよ、ホームページに、ココナちゃん。それから、はい、あ、カブトムシを育てること、大五郎と小五郎。はい、育ててるのね、カブトムシは。育ててたんですけど、うん、あの11月の初めくらいに、ちょっとお空に行ってしまいました。お空に行ってしまった、ちょっと悲しいですね。はい、じゃあ、はい、ね、悲しいです。はい、観覧車に、観覧車に乗るのが好きだって。観覧車、境の、じゃあ、あ、そうです、大好き。つながりました。もしもし、下北 FM 見てました？もしもし、見てました。お名前と何県から？見てました。岐阜県の受けてる人です。あ、岐阜県の方ですよ。じゃあ岐阜県、ちょっとうなたんもちょっとね、アピールしよう。はい、どうぞ。イエーイ、イエーイ、あのお誕生日おめでとう。ありがとう。ココちゃん大好き、愛してる。はい、ココちゃんも、ココちゃんもだよ。いや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 、ありがとう。はい、ありがとう。はい、もうどんどん今弾いてますから、今かけるかける。わかりました。どんどんいきます。ラストかな。はい、今待っててもできるかけるから、ね、全員行くように思ってます。はい、あとは、ワクチン注射が嫌すぎて、待って待ってって言ったの？ワクチン注射、待ってって言ったの？え、待ってって言ったんですけど、待ってくれなかったですね。もうその瞬間に、行った瞬間に注射されていた。つらい。あとね、あと、献血といえば、献血に行ったが、ヘモグロビンが足りなすぎて、献血できなかった。はい、もしもし、下北 FM です。見てました？もしもし。お名前と何県から？あ、もう一度お願いします。すみません。お名前と何県からですか？お名前は、ちびさんです。おたまじゃくしと申します。はい、何県？はい、神奈川県です。神奈川、話しちゃってどうぞ。あー、ちびたん、ちびたんです。ココちゃん、お仕事頑張って。お久しぶり、早く会いに来てください。はい、もちろんです、会いたいです。ね、早く会いたいです。はい、終了です、ありました。ずっと会えなくて、はい、終了です、以上になります。ちょっとね、ありがとうございました。じゃあ、ココちゃん、お知らせお願いします。あと、はい、ということで、ということで、いいですか？急に落ち着きました、ね。いいですか？急に落ち着いて、急に落ち着き、ココちゃんでいきます。ココちゃんらしくないです。はい、
あ、これ見えますか？はい、見えます。あー、すごいですね、早川先生みたいですよ。すいません、落ちました。はい、どうぞ。はい、これです。じゃん。はい、読みます。はい、読ませていただきます。はい、11月26日より SK48 劇場にて SK48 ユニット曲特別公演対抗戦が6つのチームに分かれて行われます。はい、イエイイエイイエイ。はい、私は11月29日チーム伊田レオナ3年愛組伊田先生に出演します。イエイ、楽しみに。イエイ、うん、はい、もう一個あります。あ、どんどん行って。はい、そして見えますか？はいはい、はい、そして12月19日17時より東京中野サンプラザホールにて8期生ドラフト3期生9期生10期生が出演する新世代コンサートが開催されます。はい、チケットやグッズ先行販売も行ってます。詳しくは SK48 オフィシャルホームページをご確認ください。よろしくお願いします。12月19日中野サンプラザ東京ですよ、はい、SK48 ね、ぜひチェックしてみましょう。はい、そういうことでね、あ、そう、テレビ愛知さんの YouTube 番組、はい、SK48 のが、SK48 のが、はい、SK48 のガチャチャレンジ3分間という番組で投げキッス、投げキッスを3分間やり続けた。はい、ちょっとお願いします。最後締めていただきます。何それ、投げキッス3分間。あ、すいません、投げキッスどんな感じだったんですか、3分間。え、あ、そんなムミ感想な感じだった。あ、ムミね、ムミで。わかりました。じゃあこれやりながらということで、はい、ありがとうございます。この後も時間あったら残っててね、この後もね、エンディング出てください。わかりました。はい、お願いします。はい、さあ、もう一曲ミュージックビデオを聴きながらお別れとなります。鈴木ココナちゃんと、では曲紹介お願いします。ちょっと待ってください。いいよ。12ページね、業務連絡。はい。私たち SK48 で今年9月1日にリリースした28枚目のシングル、あの頃の君を見つけたです。MV でどうぞ。はい、コロシカンのゲスト下北 FM DJ トモクテージョーショー、コロシカンのワイトはメイムシーでアイオートコメンテーターの大倉智明と、そして本日のアシスタント MC 後半も引き続きこの方です。どうぞリモートして。はい、 AKB48 チームメイト岐阜県代表チーム B 県人の服部優奈が、下北沢駅西口カフェエクスプレスさんより生配信生放送でお届けしています。イエーイ。お願いします。そういうことでね、メールご紹介しましょう。こちらラジオネーム、東京都から BB クルーさん、ありがとうございます。毎日コンビニで昼食、あ、テーマですね、毎日コンビニで昼食をとっていたのですが、その生活が半年続くとさすがに味に飽きてきてしまいました。そこで、Uber Eats で六本木のカレーをデリバリーしました。一緒に入っていた、ミディアムレアのステーキが、特別美味しかったです。あ、入ってるんですね、ステーキ。すごい、誰ですね。はい、それからね、ちょっとご紹介、こちらもう一つ、ラジオネーム、向井さんいただきました。あ、HH うなたんのお風呂に入ろうコーナーがこの後ですね、今年5月に行われたチームエイト全国ツアー茨城県公演、茨城公演の自己紹介で、ドスベリしたトラウマを呼び起こさないか、はい、ファンとしてはとても心配です。詳しくは本人から。どういうことですか。いや、なんか自己紹介のお題でなんか何だったかな、私も忘れちゃったんですよね、そのことを。だから全然引き出さないんですけど、思い出さないんですけど、なんか誰よりも自己紹介がドスベリしたんですね。いや、大丈夫です。なんかお風呂を多分一緒に入ろうみたいなことを言ったんですけど、全然美しさがあるからね、大丈夫です。そんなチャラになります、はい、ね、よかったです。そんな話がメールが来たところで続いていきますよ、この時間、はい、こんなアシスタントミニ企画ご用意しました。題して、HH うなたんのお風呂に入ろう。イエーイ。はい、ということでね、さあ、明日11月26日ね、1126は語呂合わせでいい風呂の日ということで、そこで、はい、服部優奈ちゃんに、優奈ちゃんに普段はなかなか聞けない入浴タイム事情を根掘り葉掘り聞いてしまおうということでね、バックにはね、HH優奈さんね、HH優奈さんはこれチーム B の劇場公演でチーム B 推し買っております。お歌うとき自分のことをそう歌っているということで、ちょっとどんな感じかちょっと聞きたいんですけど、触りだけで。どんな感じ。じゃあ、いきます。あなたは今日で言うな、わしほなちいエチエチうなたん。かわいいじゃん、ちょっとうなたん、やばいそれ。そんな、ね、私だったらもうちょっと可愛くやってるんですけど、いやいやいや、もう初期の頃ね、この曲と AKB 思い出しちゃうな、なんか本当に。そうですね、
まあ、片山はるかちゃんとかね、そう番組出てもらいましたからね、この変わってるので、そうそう、初期といえばね、最近スペースツイッターね、私時々ブラッとやってるんですよ、うん、そしたらね、AKB ホテイトのね、元試合人の徳崎さんとやることになって、うん、やることってか、私リスナーで入ったらスピーカーの方に上がることになってしまい、ちょっと昨日一昨日盛り上がってたんですけど、まあね、そんな話もありつつ、では早速いきましょう。まずは質問その1、はい、大体いつ頃から、何時頃からです、何分入る、はい、いきます、フリップ性能、はい、どうぞ。23時から25時の間に入って、だいたい15分ほどの入浴です。結構遅い時間ですね、短めで。そうですね、うん、結構お仕事終わって、お仕事がない日は結構9時21時とかに入るんですけど、だいたい終わってからだとショールームお家帰ってきてからするので、はい、まあその日付超えるか超えないかあたりでお風呂入ってます。お風呂に浸かるときは結構1時間以上入ったりはするんですけど。1日1回ですか、はい、シャワーを含めて1回です。おお、はい、寝る前血流を、でも絶対夜に入るようにしてます。なるほど、分かりました。続いていきましょう。はい、質問その2、はい、体を洗うときどこから洗いますか、はい、あ、はい、せーの、リペですか、ご準備、うん、オープン、どうぞ。はい、じゃん、髪の毛です。髪の毛からですか。ほうほうほう、はい、まあ、なんかちゃんと正確に言ったらメイクを落とすためにまずメイクを落としてから髪の毛洗うんですけど、うん、まあ、大体髪の毛からなのでいつもそうですね、髪の毛から洗ってます。ちなみに髪の毛の次はどこですか。髪の毛の次は、上半身です。あ、上半身、まあ、そこまでにしておきましょう、はい、はい、いや、突っ込みたいところですけどもね、はい、アイドルじゃないですけどね、はい、そういうことでございます、ね、はい、すいませんね、はい、元気ですか、はい、続いて質問その3、はい、体を洗う、お湯に浸かる以外で入浴中にしていることは、はい、せーの、フリップ、オープン、YouTube、TikTok、稽古の動画を見る、 SNS のコメント返信です。なるほど、ちょっとじゃあ勉強家ですね、はい、そうですね、結構まあプライベート、自分の好きなアイドルさんとか見たりしつつ TikTok 見て、でもこれが本当ルーティンですね。お風呂に1時間半くらい結構浸かるんですけど、あの時はこれを繰り返してます。にじますさん見たり、コラボさん見たり、ね、そうです ね見たりしてます。にじますさん、コラボさん以外で最近注目してるアイドルさんいますか。ちなみに、ちょっと思いつくなっていうか、思いないですね、ちょっと。あ、まあでもそこは集中いいです、ちゃんと単応しなってことですもんね、やっぱね、はい、まあね、はい、DD じゃないってことですもんね、証明されましたもんね、はい、まあ、DD っていうかいくつもそもそもあるんですけどね。ということで、はい、質問ラスト、質問その4、はい、お風呂上がりのルーティーンは、いきますよ、はい、はい、せーの、フリップ、オープン、どうぞ。ストレッチ、マッサージ、アイスを食べるです。いいですよね、やっぱね、お金もやりますからね、はい、どうですか、ストレッチ棒使ってるんですよ、最近ストレッチ、あ、棒ありますよね、いいですよね、結構ゴリゴリしてね、背中のあたりとか、うん、後甲のあたりとかね、ゴリ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 してるんですよね、はい、おー、ストレッチ、やっぱ体が硬いと結構、なんだろう、太りやすいとも聞くんで、うん、血流がね、まず体の、そう、ほぐしてから、そこからボディクリーム使ってマッサージして、それでドライヤーとか終わってで、落ち着いたなってなったらアイスを食べます。いいね、ちょっとなんかもうイメージ湧く、すごく、え、本当ですか。ボディクリーム塗るんですね、ちょっとスペース、はい、ボディクリーム塗ります。あと今は乾燥もめちゃくちゃするので、ボディクリームちょっと腕のあたり塗ってもらっていいですか、上、服の上から、どんな感じに塗って軽く知りたいんですよ、ちょっといいですか。でも結構、はい、お風呂上がりですよ、マッサージします、こうこうやって振って、はい、こうやって、はい、そうやってうなたんはスベスベな肌を保っています。はい、その他、温度はですか、お風呂とか設定温度とか、ちなみに。あ、今は42度ですね。あ、一生お蔵も、そう、今夏とかは37にして38、9にするんだけど、あ、結構低いね、私夏場も40とか40とか、ね、入浴剤入れますか、入浴剤は。入浴剤は必ず入れます。お蔵は、お蔵の地方にはスムラの薬草のやつ入れますけどね。
すごい。何入れるんですか？何系の？私は今は青いバラのやつ入れてます。いいですね、バラ系ね、リラックスできますね、バラ系好きなので、うん、メンバーと、ちなみに突っ込んじゃいますけど、メンバーと一緒に入ったことありますか？あ、全然あります。私多分誰よりも入ってるんじゃないかなって思う。 誰と入ってますか？ちなみに一応聞けるかな。今まで最近だと、あの卒業最近なんかホテル生活が昔多かったので、はいはい、その時に泊まってた時に入ってたのは、まあ、卒業生ばっかなんですけど、うん、まあね、その和歌山県の山本るかちゃんと、うん、長崎の寺田里咲ちゃんと、うん、あとは沖縄の宮里里奈ちゃんとか、あ、ね、一緒にね住んでました。でも結構いっぱい、多分10人くらいは入ってると思います。わかりました。じゃあ終了です、うん、じゃあここまでね、HH うなたんのバスタイム事情が知ることができて超最高だったよ。今日でうなたん推し、もう完全に今日で、ね、私も今日でうなたん推しなったっていう方は全然合ってないですけど、少年もついてれば数字の始まりで会場アクションします。うなたん推したよ、あなたは今日でうなたん推し、はい、以上アクションとミニ企画、HH うなたんのお風呂に入ろうでした。さあ、この時間ラストナンバーをお届けしましょう。曲紹介じゃお願いします、うなたんから。はい、STU48 の皆さんで、先月10月20日にリリースされた7枚目のシングル曲ヘタレカチョウです。 MV でどうぞ。下北沢駅西口カフェエクスプレスさんからお届けしました。生放送の生配信でね、下北 FM DJ 友脇ズレディオショー、そろそろお別れの時間ということでね、では最後にちょっとお知らせお願いします。うなたんから言っちゃってください、はい、では、はい、お知らせ2つあるんですけども、じゃん、はい、12月16日24日25日、愛媛の坊ちゃん劇場にてジョンマイラブという舞台に出演させていただきます。イエーイ、皆さん行きましょう。はい、16日はちょっと貸し切りということで、24、25日が皆さんが来れる日程になってるんですけども、はい、ぜひ愛媛まで足を運んできてください。よろしくお願いします。貸し切りなんですよ、ゲネではなくて貸し切り、ね、はい、貸し切りなんです。そして次、はいはい、先ほど発表されたんですけども、はい、じゃん、新春エイトの日2022、横浜おしゃれ祭りが開催されることが決まりました。行きたい日程が7月12日の19時が、キューティーパーティーといって可愛い曲がメインのセットリストになってます、うん、はい、で1月13日木曜日が、19時からフォクシーとして大人っぽい曲のセットリストにしてます。会場が、橋彦横浜の国立大ホールにて開催されるので、皆さんぜひ来てください。行きましょう、年明けもね、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、ということでね、以上になりますかね。さあ、そこでバックはね、はい、うなたのリクエストが蜂の巣ダンスでございますね。そうです、もう横山由依ちゃんもね、お元気かなと思ってそうなんです、ゆいが出場しちゃうということで、ちょっと残念ですけども、まだ頑張ってほしいなと思いつつね、はい、あれですね、はい、ジュースって新しいプロ、ね、事務所も決まって、そうです、事務所も入ってるので、そういうことで、さあ次回の放送ですけど1週間後、HKT の12月2日そして、アシスタント MC にはいきなりトークさんの橘カレン君、多分カレン君かどっちかですね。そしてもう一組 ST ホテルのゲストかな、ゆけたゆらちゃん来てくれ、歌姫対決になります、うん、対決共演になります、ね、来週お楽しみ、ホームページツイッターチェックフォローお願いします。じゃあ番組提供うなたんからお願いします。はい、いきます。ヘアメイク協力は古民家美容室リードのさん、下北沢北口美容室リンネさん、そして企画構成はポッター平井さん、そしてテロップ制作協力はルビさん、また取材協力はマウスコンピューターさん、株式会社ウィルさん、そして GM コーポレーション電気バリブラシでそれぞれお届けしました。ありがとう。そういうことで、じゃあ生でもちょっと一緒にいますよ、皆さん全員いきましょう。はい、1人目、はい、どんどんかけていますか、かけてます。パソコンから離れてくださいね、ハウリング起こしますんでね、ぜひともね、ピーピーちゃん、ぜひともお願いします。はい、そう、全員いきますよ。はい、とりあえずかけるだけいきます。今スタンバイしててください、応募されたからね、生電話コーナー。さあ、山猫坊主さんもいただきました。あ、繋がった、もしもし。はい、下北沢ご覧になってました。お名前と何県から。はい、はい、東京都のロロです。はい、ありがとうございます。話してください、どうぞ。ロロさんありがとうございます。あ、ありがとう。今日ね、ちょっと会社で嫌なことがあったんで、うん、電気の出る一言をお願いします。ロロさん、いつもお疲れ様です。
今日もこの後のショールームで癒されに来てください。大好き、はい、ありがとうございました。保存しててください。ありがとう。はい、じゃあ次行きましょう。ありがとう。山根くもおじさんいただきました。あ、12月に愛媛おっちゃん劇場にてジョンマイラブ舞台主役を演じますということでね、ゆなうなちゃん、すでに舞台町森学園など演技の経験あると思いますが、今回は主役ということでちょっとプレッシャーを感じているかもしれません。そうね、ということでここで滑舌の練習一発どうでしょうか。ちょっと時間あります。はい、もしもし、あ、下県、お名前と何県から。あ、はい、北海道の黒県です。黒県さん、いかがで、楽しいね。じゃあね、話しちゃってるぞ、時間ないんで。はい、どうぞ。黒県さん、ありがとうございます。この間お話からありがとうございました。こちらこそありがとうございました。はい、あの一言言い忘れたんで、それだけ。あ、はいはい、ゆうなちゃん愛してます。あ、私も愛してます。ありがとう。はい、終了です。ありがとうございました。ありがとう。言えてよかった。大事ですね、それね。いっぱいいただきましたよ、もうね。黒犬さんもいただきましてね、すぐに匂いを嗅ぐ、すぐに匂いを嗅ぐそうです。あの、ゆうなちゃんそうですね。やっすんさんもいただきましてね、コールドストーンのクレープを食べました。テーマですね、初めて。食べ終わってみると、お気に入りの T シャツにチョコなどを垂らしてしまって、慣れてないものを食べるときは注意してね。注意ですね、はい、アイスとかはね。マジカルバナナさんもいただきまして、私のお高さん、もしもし、こちらはすぐ出てくださいね。もしもし、下北 FM です。お名前と何県から。リンリンガーリンゲストと申します。はい、じゃあ話しちゃって、どうぞ。電話できたんだ、ありがとうございます。もしもーし、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 あれ、もしもーし、ずっともしもーし。すいません、ちょっと地下なので、地下なので途切れ途切れになってました。地下なので、そうですよね。ライブ楽しんでください。はい、終了です。ありました、はい、声が変わりました。それからね、マジカルバナナと、私のお高す、私お高すのために普段他にお金を使うことがない、お高す以外お金使わないんだって、うん、服なども2年ぐらい買った記憶ありません。贅沢といえばおしめへのプレゼントです。贅沢したテーマですね。梅こぶ茶さんもいて、スーパーに行ったら2000円のお寿司が半額になってたのでつい買ってしまいました。立派な贅沢です、ね。半額でも贅沢ですね。今すぐ見てますよ。ムパラギさん、また最近した贅沢なことは、ゆうなちゃんが好きって言ってて、気になっていた、スナイデルのというブランドの服を買ったことです。はい、もしもし、買ったっていう。はい、どうぞ、お名前と何件から。あ、留守番電話行っちゃって、じゃあ、モーニングコール。留守番。モーニングコール行っちゃってください。おはよう。あ、おはようございます。いや、いい夢見られましたか？またいつか電話しましょう。ヨナでした。はい、カーチ、ありました、まあ、声が伝わってるんで大丈夫です。あ、以上になります。以上ですか。はい、わかりました。さあ、そういうことでね、はい、今週の放送楽しかったという方は、楽しかったという方はショールーム、ツイッターライブは数字の8の連打、今週も慌ただしいですけど、ショールームツイッターライブ、そして YouTube ライブ8の連打のがします。もう終わりですよ。888、会場ワイヤーで拍手。うなたん、ありがとうございました。あ、ココちゃんつながってます。ココちゃん、ココちゃん、イエーイ。あ、ココちゃん、ありがとう、なんかごめんね、待たしちゃって。ありがとうございます。はい、ココちゃんも一言ありますか、最後に。はい、楽しかったです。ありがとうございます。また出てね、またチームにちょっと広めといてね、はい、SK 法廷とぜひとも広めます。ぜひともよろしくお願いしますよ。面白かったって、お願いします。じゃあ、ゆうなちゃん一言。はいね、久しぶりだったんですけど、やっぱすごく楽しくて時間通話だったので、またお待ちしてます。はい、下北 FM DJ トモキテレジオショー、この時間の相手名 MC、 あよたコメンテーター大倉智明と、そして本日のアシスタント MC、はい、AKB48 チームメイト、岐阜県代表チームリーキンの服部ゆなでした。そしてゲストは、はい、チーム E のスイココナでした。はい、See you next time! Have a fantastic weekend! I love you all! この後もメッシア劇場23時まで、下北見てね、よろしく、ありがとう、 Thank you!